おはようございます。影やんチャンネルです。今日もよろしくお願いします。ということで、スタンド FM ですね、えー。始めていきたいと思います、えー。今日が第2回ということですね。第2回ですね。えっ、ー、とですね。 えー、僕はあのー、お店をねこうさせていただいてるんですけどね足つぼとボディケアのお店をね一人でさせてもらってるんですけども、えー、ニュースレターっていうのを、ね、こう発行するようにこうしておりますで、えー、8月から8月号9月号8月号が、あのー、ナンバー1ということで、えー、ナンバー2が9月号とで、えー、店の前にねこう一応その ニュースレターが誰でも持っていけるようにこう設置してるんですね。設置してあって。ほんで、こう、店の前を通った人で、気づいた人で、ちょっと興味ある人が持って行ってくれる形になるんですけども、で8月号がですね、外に置いておいたので言うと、えー、4枚持って行ってくれたんですね。で、僕の中でその目標は10枚持って行ってくれる状態に、まあ、えー まあ最低10枚はこう誰かが持っていってくれてる状態をまず作っていくことがもう自分の中で目標なんですけどもで、えー、それを呼んだ方の中でちょっとこうその足つぼとかボディケアをねこう受けたい人がこう来てくれたらいいなとかね思ったりこうしてたんですけどもで9月、まあ、9月1日8月31日の途中から、えー、9月号を入れてで、まあ、9月の30日 まあ29、3時はきあのー、木曜日で、定休日で、そこでこう入れ替えて、10月号を入れてるんですけども、えー、その9月がね、外のその置いておいたニュースレターが、えー、1枚ですね、1枚誰かがこう持って行ってくれたということで、えー、9月のニュースレターが1枚ということやったんですね。で、まあ、0枚よりは良かったんですけども、えー、8月号が4枚やって、9月号が1枚、減ってるやんみたいなね、 こう減ってますやんみたいな感じなんですけどもまあまああのー、結果は結果としてねちゃんとこう受け止めて、えー、内容をね、えー、やっぱりよりこう、まあ、読みたいなと思ってもらえる状態にこうしていかないといけないので、えー、まだまだこう修行が足りんというところやと思うんですねこればっかりねえっ、ー、と一応その 自分でその時はそれを書こうと思って書いてるんですけどどんどんこう内容は良くしていくようにしていってこう興味持ってもらえるようにしたいんですけどもやっぱこれは数をねこ,うこなしていってこう文章力でもそうですしその僕がいろいろ動いたところでの気づきとかそういうものとかそういうねことを書いていくんですそれで、まあ、本音というかその自分の,その本当のことというかねそう自分の思ったことをこう 何か過去つけたりとかそういうことではなくてですね、えーまあ、そのままをこう書いていくっていう形にしているんで、うん、その辺はもうしっかりとねその辺でこうあ、えー、どういうんですかねその本間もんというかその信玄、えー、一致というかねその辺をこうしていくのがこう、まあ、本物の商売としてこう。 長くこうねやっていけるものだと思ってるんで、心言行一致ですね。だから、えー、心というのは心ですね、言っていうのは言葉、えー、行っていうのは行動。えー、だから、えー、心を心で思ってまあ、心で思ってるというか心の使い方であったりとかその言葉であったりとかその行動っていうのがこう共ってるというかある程度こう一致している状態をこう作り出すと。 いうところですねでこ,れこれはねでも信玄一致させた方がですね精神的にもこう、えー、精神遠征上もいい,いいと僕は思いますね。やっぱ心では違う嫌や,やなと思ってたりその違う風に思ってんのに言葉では、えー、自分の心と一致しない状態のことを言う,言うっていうのはちょっと、えー、何かこう負担がかかってきますよね。なんか自分のこう、えー 嘘,嘘を言うというとかねこうそういうのをこうしていると何かこう、えー、心に負担がかかるんでやっぱり心を軽くするにはこう、まあ、自分の言葉を言うというかねそういうこと。ほんで その言葉を言うことによって行動も一致させるようにするというかそれがもう自然となっている状態が一番僕の中でベストですけどもそういう言葉を言うことによってその行動をそのそっち言葉にこう近づけるための行動をこうしていくとかね、えー、まあこれはずっとこう生きていく上でずっとねこう あのーまあ、高めていそれと、まあ、まあ心は心でこう、えー、心の使い方というかねそういうものをこうより良くしていくというか、えー、そういうこともこう必要になってくると思うんですけども、うん、でその辺のこう自分のこ,うことをこうニュースレターにこう,うまいことこう反映できればなというところですね。うん、まあ 読み物としてこう面白いものが提供できればまあそれでよくてそれで興味持ってもらえる人が一人でも増えればねいいなと思ってますだからえ僕の中でニュースレターっていうのはまあ集客の一つではあるんですけどもね、うん、ただこのニュースレターをこう作り続けることっていうのがえ結構こう難しいことにはなるかなという以前一回ニュースレター我がん生のニュースレターをこうやってた時はあったんですけども えー、途中で挫折したんですねでですねあのー、だいぶもうそこはニュースレーターから遠ざかっていてですねでまたねこう新たにこうチャレンジしようとこう,うーんまあそういうものがこうなぜチャレンジしようかと思ったのかというとやっぱり。 自分にどこまでできるかなっていうところですね。その自分の中のこうチャレンジ精神じゃないですけども、えー、その作る時にはまあ、集客はもちろんね。 えそれでできればいいなというのもあったり自分のこういうことをしてるこう活動であったりとかそういう思いとかそういうのがこう伝わっていけばいいなっていうのもありましたしその一番大きかったのは自分へのチャレンジですね自分への挑戦というかね、えー、一体お前はこれをやった時にどこまでのもができるんやとどこまで続けられるかと。 でえー、楽しみに思ってもらえる人を作れるんかどうかとかね、えー、その辺の挑戦になってくるきますね、うんえー。だからニュースレターのためにいろんなことをするっていうことではもちろんないんですけどもその自分がいろいろこう活動していく中でこうそれがこうニュースレターにこう,うまくこう反映していく、えー、それを表現できる自分であると、えー、まあ 興味持ってくれる人もこう出てくるのかなというところではあるんですけどで、えー、根本的にはねその僕がニュースレターを発行していることを知ってる人自体がほとんどいないですよねそれは当たり前なんですけどほとんどいないんでこのまあ言うたらほんまにこうなんていうんですかマイナーもマイナーで、えー、ニュースレター自体を知らん人もいるだろうし そのニュースレターをほんでそのまあ言ったらお客さんの場合はねお店のお客さんの場合はこう店,店の,その施術室の中にね一応置いてあるんでそれは持って行ってくれる人っていうのはこう何人かおられるんでね、うん、それはまあもちろんありがたいんですけども外の僕のお客さんじゃない人が、えー、それを興味持って持って、あのー、持ち帰ってくれるようになるっていうのは結構ハードルがまあまあ高い。 だろうというふうなことはまあ、えー、分かってはいるんですけどもそこをまたこう挑戦するというところですね。うん、で僕のまあまあ当面の目標は10枚が平均的に10枚以上は毎月発行すると取っていってくれる状態になればいいなぁとでそこからこうまあちょっとずつ増えていけばいいんですけどまあまあ長い道のりにはなるでしょうけどね10枚減る状態になるっていうのはね。うん かろうじてだ9月号が1枚ですからね、えー、8月号はなぜまあまあ4枚まあまあ持って行ってくれた人がいてっていうところではあるんですけど、うん、なかなか、うん、我ながらちょっと、えー、ハードルが高いことをちょっとしてるなと思ってますけど、うん、まあまあ1回もこうチャレンジしていってるんでなるべくこうね よっぽどもうこれはちょっとあの無理やなと思わん限りはこう続けていこうとはいうふうに思ってます。だから今890今10月なんで、えー、10月号が外に置いてあるということで、えーまあ、興味がある人はもう持っていっていただきたいなと。えー、外のねお店の外前にあるこうポストのとこからこう自由に取れるようになってるんで取、えー、っていっていただければすごく嬉しいなと。 いうところではあるんですけどねうん、まあ、なかなかねだから僕がその言ったら僕はこう発行してる側なんで持って行ってほしいなと思ってますけども、えー、外側にいる人間っていうか僕がそういうのを見かけた時にそのニュースレター持っていくかっていたら僕はそういうのを作ってるんで持っていきますけどもそういうものを作っている店があれば持って っっって言って言ちょっとなんか参考にななればなぁと見たりはします参考資料としてね、えー、見ることはあると思うんですけども全くの、ね、こう素人というか何もこうそういうことをやってない人言ったらこう、まあ、どう言ったらいいかなあんまりこう商売とかをこうしてない人がねこう持っていってくれるようになるっていうのはなかなかやっぱり、えー、普通に考えてそのハードル高いですよね。うんうん だいたい基本的には人っていうのはまあ、えー、自分には関心があるけどその他人とか他のことに基本的に関心がないということになると思うんでね。でうんで、うん、だからまあまあ、うん、難しいことをしてるんだろうなとは思いますけどね自分で,、まあ、で。でもこう まあ自己満足の状態は出したいですね。なんとか誰かのね、えー、誰かがこうおもろいなと思ってもらえるこうところまでは持っていきたい。まあまあ、あのー、今すぐこう、自分がレベルアップできる、そのニュースレターの表現がね、レベルアップできるわけじゃないんでね、えー、まあこれもコツコツとやっていく。僕は基本的には、こう、これやと決めたことに関してコツコツやっていくのは、 割にこうできるかなというふうにこう思ってるんでその合わなければすぐやめますけどね何かやってまあこれはちょっと違うなと思ったらやめますほんで金銭的にね、えー、すごくお金がかかることであるとちょっともう途中で一回やっただけでやめてしまうこともあるんですけども、えー、基本的に購入ニュースレターなんかはこう印刷代だけですからねあとは時間ということですね自分の時間を使うということだけなんでよっぽどそのつく作る時間がないっていうふうにならん限りはね、えー、続けられ られるもんなんでね、えー、印刷ももうほんまに2000円ぐらいですよね、うん、一応それ100部単位なんで100部こう印刷するっていう形でねこうやってますけどねうんということで今日は、えー、9月のニュースレターが1枚ということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます